YouTube の時間です。今日ね、6月14日で今ちょっと空港向かってます。今日韓国の方に向けて出国します。で、体調はすごくすこぶる良くて、昨日ちょっとパッキング全然してなかったんで、もうバタバタであんまりこう寝るのに遅なったんですよ。でちょっと睡眠時間短いんですけど、まあそれぐらいかな。まあ移動中寝たりとか到着してもゆっくり過ごすことできるんで、まあ、全然問題ないです。もう着くんちゃう？うん、もう着きそう。ということで家族総出でね、今回も行きますので、皆さん佐藤家の応援をよろしくお願いします。あのこの子も1歳半になったんで、去年とはねちょっと勝手が違うかなと。歩けるようになったしね、だいぶ動けるようになったから、飛行機の中がちょっと心配ですけども、対策をいろいろ考えて持ってきましたんで、いけるよな。頑張ります頑張る人。はい、じゃあ行こうか。塩豆大福パパのご飯やからね。タクシーの運転手さんに頑張ってくださいって言われたな。なんかご存知やったみたいで気抜かれへんな、どこでも。まあ常にオン、俺はオンやから大丈夫プライベートタクシーをお願いしてて初めてやね、これこの名札持ってもらった。嘘やなここからどれぐらいかな。40分ぐらい。以上で、体がちょっと固まってるんで、ちょっとほぐしに来ました。まあちょっとね、じわっと汗かく程度にとどめるんですけど、もちろん、まあいつもと同じぐらいのタイミングで汗も出てくるし、調子良さそうですね。これは？これネックレスしたら可愛いんじゃない？ね、彼氏や。ジャズジャズ。楽しいね。パパ買ってくれるよ。ありがとう。
いい街やね。なんかすごいのどかな感じで、うん、なんかパジュって聞いて何もないとこやなと思ってたんですけど、全然違うね。あるね。うん、子供が寝てるんで、ちょっと小声になってるんですけども、今日大会の前夜で、今夜10時ぐらいです。でもう最後のミール、これを食べて、で明日に備えてもうゆっくり休もうと思います。で一応明日はですね、10時からプレジャッジがあって、7時がファイナル。めっちゃ来ますよねという予定になってて、まあといってもプレジャッジでほとんども決着つくので、その様子を皆さんにお届けできたらなと思ってます。一応予定では YouTube のライブを配信しようと思ってます。大会のね、ライブ配信がないとのことなんで、今回個人的にもやるしかないので、YouTube のライブを妻に頼んでるんですけど、一応やる予定です。問題なくできると思うんですけども、一応大会の様子ご覧になりたい方は僕の YouTube のチャンネルから見れるようにしておきますので、どうぞ見に来てください。で、ちょっと今日振り返るんですけど、選手チェックミーティングが今日はありまして、午後6時に、行ってきました。でライバルたちとね、たくさん顔を合わせてきて、ちょっとスイッチ入りましたね。まあ、もちろんね、みんな T シャツ着てるし、体の様子わからないんですけど、もちろんプロですから、みんなきっちり仕上げてきてる様子が見えましたんで、垣間見えましたんで、僕自身もすごいスイッチ入りました。なので明日楽しみたいと思います。その上で必ず勝ちを、もぎ取ってオリンピア行けるように、100% の努力、 120% の努力をしたいと思います。というところで寝ますか。これ食べてね。ではまた明日、応援よろしくお願いします。では。